いやー、面白いですよ。いや、なんか今日、なんかめちゃめちゃ関係ないんですけど、めちゃめちゃ関係ないんですけど、なんか私、日本アライグマに遭遇したんですよ。二人が仲良くなったきっかけ、なんだろう。私も卒業するんよね。からかな、もしかしたら。私、日本アライグマに遭遇したんですよ、今日。めっちゃ怖かったんですよ、しかもそれが。なんか、本当に怖くって、しかもなんか日本、そう、この日本アライグマに出会ったのも、私、朝、昨日買った服を間違えて寝ぼけて、ゴミ袋に一緒にして捨てちゃって、で、それが辛すぎて、家の周りをずっと歩いて、何？私の家の周りの、ゴミのところを全部回ってきたんですよ、歩いて。で、その時に、日本アライグマに出会って、しかも襲われかけたんですよ。本当に今日災難な一日だったんですよ。これね。これ見えるか、ちょっと画面白飛びしてうまく見えないかもしれない。見えますか？これ日本アライグマですよね、絶対。めっちゃ怖かった。そう、襲われたんですよ。めっちゃ怖かった。一回突撃されて。これ何？何これ？これ何なんだろう？何これ？日本アライグマ？これ。タヌキ？なんか、そう、フルバージョンこれ。何なんだろう、これ。ラスカル？クマ？クマ？タヌキ？ハクビシン？津田ちゃん、ありがとう。ハクビシン？何ハクビシンって初めて聞いたんだけど。これだよ。なんか。何これ、ハクビシン？鳴き声はなんか自分の声しか入ってない。わかんない。ハクビシン調べてみよう。これ違う。これじゃない。ココさんのショールームが始まった通知が来た。ヒは全部ユラの鳴き声で。ハクビシンじゃない。こんなんじゃなかった。こっちの方が近い。日本アナグマか。日本アナグマの方が近いかも。なんかこんな感じだった。だろうね、これ。まあなんかそれに出会いましたけど。